踏ん張る大石、あとその中に この男が出てきてしまった。ややこしいのが出てきました。フードプロレスバックドナルト。さあドナルトが股間に噛みついてる。まだそれほど使い古されてないと思われる。そうそうそう、これ白川選手に対しては、はい、あ白川に噛みと強引に股間を噛みと言っていますね。これ猥褻行為強さとかなんかそういう犯罪ですよ。はい、いや犯罪に関してはここで触れないようにしてください。さあそしてリンダマンとさあうどんプロレスからやってきたどうナルトがお尻を差し出しておりますが、リンダマン何のことかわからない。ならばと股間を痛みつける。さあ股間への連続パンチ。ここでややこしいのはとっとと片付けようと、そういうことですよね。着物は片付けた方がいいですよね。平田選手まだ残ってたんですね。平田は、大阪大会でこのマクドナルドと対戦しております。さあ下ネタ嫌なんでって言っておりますが、どん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 下ネタに行ってしまっております。まあ、大阪では平田敗れてますからね。スワントンボムでこのマクドナルドに敗れております。シュートが立ち悪いですよね。なかなかの技術を持ってるんです。ああ、先が、そして白川、おっ、おっぱいもいいけど、ついてないじゃない。ついてなきゃダメなんですね。そういうことなんですね。ああ、駅面式、駅面式、駅面状態。そして、そしたら、バックシェイクボムからフォール行く、スリーカウント。大石退場。